天のくれげ日記始まるよ。はい、どうも天です。今回も結び屋さんで遊んでいきたいと思います。ゴンのバイブレーション、あれのね、ちっちゃい箱なんですね。もっと大きい箱のやつかなと思った。なんか地獄楽の時もこんな感じのちっちゃい箱でしたよね。もうハマりそうな予感がするけど、うん、いいんじゃないでしょうか。はい、僕はあえて奥を払わないで手前を持ち上げて縦はめにしつつ落とすという、うん、多分、ね、この方が安全なので、横はめになっちゃって設置とかしちゃうと余計めんどくさいことになっちゃったりするんで、何？頑張れ。オッケー。ワンちゃん来たんちゃん。あら？ちょっと待ってくれよって感じですね。ちょっと落ちないぞ。ちょっと思ってたタイミングで落ちてないっすね。粘られてるよ。これでいけないか。あー、ちょっとなんかあれがね、抜けちゃってるね。いや、攻め方は悪くないと思うんだけど、うん、ほら攻め方は間違ってない。そしてもうさすがにいける。はい、もう右には何もしません。左だけで。嘘でしょ嘘でしょ。本体押しでいこうか。嬉しい。はい、じゃあご飯ビーストいきます。いや、僕今回これめっちゃ楽しみにしてたんですよ。ご飯ビースト、結局ね、一番くじのラスワンゲットしてないんですよね。魔漢方散歩のやつなので、今回ちょっとまあプライス出るしなと思ってて、1点目はちょっとまあ BC 狙いをしましたね。 BC 狙いしてあんまりうまくいきませんでした。これはもうパッタン落とし狙います。はい、パタンと。うわ、これは平行移動したいけど、しようか。はい、平行移動お願いしました。
左は仕事させない、うん、右だけで。危ね、ちょっと左入ったやん今、危ね。はい、では長箱のリムル取っていきたいと思います。初めちょっとまあ BC 狙いですね。うまくなんかロックできたら BC できたりするんで、これは若干抜けてしまったけど、まあいけるんじゃないでしょうか。このまま逆立てにしたいと思います。前も上げたんですけど、娘屋さんパワー強いんで、このぐらいのでかい箱でも十分いけるんですよね、はい、パワー強いんで、このぐらいのねでかい箱でも十分縦はめとかでいけちゃうんで、回るかな。 OK、 もうこれでパツンと、はい、 OK。ちょっとこのアニアやってみたいと思います。このブースなんか昨日結構沼ってる人が多かったみたいですね。これは面白い形になりましたよ。ただ裏向きなので、あー無理かな。 OK OK、ついてしまったぜ。ちょっと左の方にありすぎて距離感がちょっとわからなかった。ワンチャン、ほいほい、うわ足りねえか。来たでしょ。でちょっとミスがあるかな。はい、このブースはもう難しいことを考えないで、まあ、初手はねどっちかアーム寄せて BC 狙い。うん、これだと、まあ、もうほとんどハマりそうになってるんですけど、右奥がどっちか寄せることで、まあ、BC できなくても次でハマるんですよね、十分。はい、ではここまで来たらあとは縦でも横でもいいんですけど、まあ、大体急ポスとかだと下重心だったりするんで、多く動きがしやすいのかなと。はい、こんな感じでね。うまくやれば、うわ
そうなったらね、一回まついてはめちゃってもいいのかなと。手が落ちたわ。好きで落ちたわ。十分落ちる幅でした。はい、ということで、今回は、まあ、3000円かからないぐらいかな。で、まあまあ、こんだけ取れました。逆さまになってるわ。急速ブースはね、結構なんか沼る人が多いみたいなんですけど、アーニーもね。でもまあ、あれはもう焼きたてが早いかなと個人的には思っています。うん。まあ人それぞれなんですけど、個人的には思ってます。で、今回もね、やっぱり結構サクサク取ることができて、やっぱり結び屋さんは良心的なお店かなと。有料店かなと思いますので、ぜひぜひお近くの方は遊びに行ってみてください。それでは今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。